ここでね、これ判定数使って。すごい。だから何か、何かと乗り降りするのに、この状態で乗ってますね。みるみるランド。はい、K-WAXさんのライブなんですけども、こちらですね。こちらね、すごいね。ハイルーフになってる。まあ後でこれね、なんか詳しく見ていきますが、外観はね、こんな感じで、お客様の状況に合わせてカスタマイズしますということです。これね、ユニバーサルデザインということで、あ、キャラバンですね、これ。本当ですね、キャラバンですか。はい、こんな感じです。はい、じゃあこれは、これなんか白で清潔感が、清潔的でいいですね。みるみるランド、これ実はもう2年前から、はい、やってるんですけど、はい、うち交通事故でちょっと三田君のお兄ちゃんで、キャンパーの仕事やってるんで、はい、お客さんみんな遊びに行って、うん、うちもクラブキャンプやってるんですよ、はい。うちがね、キャンプにファミリーで参加できない。あー、 で、 でも参加したい。ちょっと待ったんですよね。で、まあ協力者もいるんですけど、イタリア製のリフトをキャンピングカーに、セットして、はい、で、キャンピングカーの機能はそのまんまで、車椅子のリフトも、で、はい、で、これは介護スペースにもなる。あ、そうなんすね。だから、まあ、キャンピングカーってそのまま介護スペースになるんですか。そうですね、言われてみれば組み合わせればいいだけ。へー、すごい。後ろどうなってるのか、はい、ちょっと見てみますか。はい、名前、ライブ、ライブ、あ、ライブですね。躍動的に、見せるか。いいですね、はい、おー、あ、こうなるんだ。通常のトヨタのメルキャンプとかいろいろあるんですけど、ちょっとね、鉄板持ち出して、なんか運ばれてるだけみたいな。あ、これでもなんかすごくデザインがすごい。もうデザインが大事で。すごいデザイン、こだわりが半端じゃないです。もう、K-WAXさんって言ったらデザインですからね。だから、照明あってテレビついて音楽聴いて、うん、これで移動するっていうことがやっぱ楽しいじゃないですか。はい、うん、車椅子固定されても鉄板持ち出しの無機質な車で、なんか寒い感じで、ね、で施設へ行くみたいな。そうですね、でアウトドア、車旅したりとか食欲別にしなくてもよくて、この状況で途中で、ね、じゃあちょっと介護おむつ変えてあげないといけないとか、ありますよね、まあ、いろんな事情が。そうなんですよ、ラコールって言ってね、通常の食事じゃない可能性があるとか、行ったりね、手洗ったりとか、うん、自然的にこれ全部出しちゃうので、ただこれをね、実際に売ろうと思うとすごい大変で、みんな状況、環境が違うので、その製品にしていくっていうのはすごく難しいんだけど、ただそれでもやっぱり自分の経験値があって、説明して、聞いてあげて、繰り返すと、動かすとしたことは、なんとかできて、それでいけるようになるってことですか。はい、もうだって人生のクオリティが全然変わっちゃいますもんね。いや、もうね、全く、水出た魚みたいですね。その後、納入させてもらった方は、もう遊びまくってます。嬉しいですよね。昔はね、車椅子とか、そういうのたち、どちらかというと家の中隠されてやったんですよ。まあ、そういうふうだったのが、今は、こういう会場とかでも、普通にいますよね。います、います。そう、だから、時代がやっぱり変わって、ね、でも、それを実現してあげる車がなかったんで、で、やってるんですよ。これもボタンワンタッチですか、リフトアップ。はい、これぐらいは、ここにはい、もっとデザインが優しいですよね。あ、そうなんですよ、なんかね、本当にロボットみたいなデザインじゃないんで、これでまだすごくすごくて、はい、ま
これで車椅子、まあ、中に乗って固定しましたと、はい、で、これ荷物を出してもどうするじゃないですか、はい、そこでね、これ反転式使って、すごい、だから何か、何かと乗り降りするのに、この状態で乗せられてるので、あと、荷物もね、あの積んで、もう一回また戻して、やるね、はい、結構これ小スペースですね、思ったより。あ、そう。でもこれ360キロ耐えたの。でも結構運べますね。全然ない。360キロ。すごい。だって本当はなんか重い荷物はこうカート持ってきて、乗っけて、入れて、それに使ってもいいです。できますよね。使ってもいいです。すごいです。今からあの高齢者の方と、それから高齢者の75歳以上。障害を持った方は、ね、3% ぐらい、うん、で合わせると、はい、15% 以上の人が、はい、そういうユニバーサルを必要とする時代になってきた。いち早くそれに対応していいものを出す、あタクシーと一緒ですね、変わってきましたよね、あれユニバーサルじゃないです、全部車椅子対応になってます。すごい、1台あれば車椅子の人もいっぱい遊べるってことです。そうです、みんな平等です。ありがとうございます。ありがとうございました。